近江連合が絡んでるとは想像もつかなかったな。俺はお前とは別行動で MIA と神宮の線を渡ってみる。芝浦に向かう前にここでしっかりと準備した方がいいぞ。準備できたら俺に言ってくれ。芝浦に行く準備はできたのか？そう。芝浦に行く準備はできたのか？そうか。あの人、多分バッティングセンターで助けてくれた人、ペンダントのことを教えてくれた。行くぞ、ハルカ。五代目近江連合、テーラーだと申します。近江連合がなぜ風間のおやさんを？桐生さんと同じですよ。俺も風間さんには返しきれない恩が。風間さんがお待ちです。こちらへ。よく来たな、カズマ。おやさん、ご無事で。すまなかった。苦労をかけたな。あの寺田って男は、もともと俺と同じ元ヒットマンだ。そうだったんですか。近江連合本部長の肩書きで、東城会に探りを入れてもらってた。特に、錦山をな。なあ、カズマ。これからこの10年間に隠された全てを話す。いいな。はい。その子の母親の瑞希は由美の妹じゃない。え？由美は瑞希なんだ。お前たちが瑞希だと思って探してた女は由美だったんだ。どういうことです？瑞希は5年前から由美が演じ続けた姿なんだ。じゃあ、はるかの母親っていうのは？由美だ。その子は正真正銘由美の子なんだ。由美お姉ちゃんが私のお母さん。おやさん、由美の相手、いや、はるかの父親は？神宮恭平だ。神宮？あの、MIA の。9年前の写真だ。由美が抱きかかえているのは遥か。横に写っているのが神宮だ。由美が事件のショックで記憶を失ったことは知ってるな。はい。事件の翌日、由美は何もわからないまま病院を飛び出した。
だがあの子の体は覚えていたんだよ。自分が生まれ育った。俺は連絡を受け、すぐに由美を手元に引き取ったんだ。そしてあの子の記憶を戻してやろうとした。何枚もの写真を見せた。どうした？雨。雷。いや、どうした？わからない、わからないけど、俺はその時分かったんだ。堂島組長を殺したのが本当は誰だったのかをな。そして錦山には由美の存在を知らせず、彼女の世話をすることにしたんだ。でも由美はなんで神宮なんかと。神宮は世良と深いつながりがあって、よく東城会に出入りしていた。その時偶然由美に出会ったんだ。神宮と会長が。政界を目指す神宮は世良から裏でバックアップを受けていたんだ。神宮は由美に出会い恋をした。そして記憶を失っていた由美は、心の隙間に入ってきた神宮を受け入れた。俺は止めることができなかった。もし神宮と幸せな生活が送れるなら、極道社会とは縁が切れるかもしれない。運命を変えられる転機なのかもしれない。そう考えると、由美の幸せは神宮との生活の中にあるような気がしたんだ。そして由美は神宮の子を産んだ。それが遥かだ。だが神宮のもとに総理の娘との縁談が舞い込み、その時席を入れてなかった由美は自ら身を引いた。神宮のためを思ってな。だがそれが歯車を大きく狂わせていったんだ。所詮神宮が手に入れた権力は他人から与えられたものだ。だが奴はそれを守るために少しずつ変わっていった。自分の中では正当化しながら。その後由美と遥は俺がまた面倒を見ていた。そしてある日、世良に神宮から緊急の電話が入ったんだ。世良、手貸してくれ。まずいことになった。なんだ。いいから来てくれ。人を何人かやる。場所は。いや、お前一人で来てほしいんだ。何なんだ。死体を一つ始末してほしい。神宮は弾みで起こった事故だと言い張ったそうだ。死体はフリーの記者で、神宮のスキャンダル、由美と遥の件で揺すろうとしてきたらしい。世良は記者の家からメモや写真を奪い、全て灰にした。だが神宮にとってまだこの事件は終わってなかったんだ。これでもう問題ないんだな。いや、もう一つ片付けなきゃならないものがある。え？もう二度とこんなことがないようにするために、あと二人始末してほしいんだ。お前、もしかして。セラ、これは俺たちの理想のためなんだ。頼む。神宮。何やってるか分かってんですか、三代目。風間さん、
これは神宮との約束なんです。女子供を犠牲にしてまで守らなきゃいけない約束ですか。そんなもんがあるわけねえだろう。こうか不幸か、ユミはその時全ての記憶を取り戻したんだよ。ユミとハルカを、ジング、なんて野郎だ。俺は世良を説得し、ユミとハルカを神宮の目から欺く工作をした。そのための水木やアレス。ああ、俺と世良はハルカをひまわりに入れ、ユミを水木へと変身させた。人弁し、偽造屋を雇いユミの顔を変え、架空の戸籍や記録を作り上げてな。でも親さん、なんでユミは登場界の100億を盗んだんですか。あれは登場界の金じゃない、神宮の100億だったんだ。風間さん、島の組の連中が、ここはヤバいです。島の目、無茶しやがる。島の目、無茶しやがる。おじさん、怖いよ。桐生さん、甲板から来る奴らを止めてくれ。風間さんと遥ちゃんは俺が責任を持って逃がす。
少しヒヤッとしたかな。やっと会えたな、キリュウ。それと風間。コソコソしやがって。しまぬ。寺田藩、あんた錦山裏切ってわしにつくふり見せてたけどな、そんな裏の裏まで全部お見通しや。ずっと見張らしてもろてましたわ。お前らといい、錦山といい、ほんま脇が甘いわ。ガキはもらっていくで。お前らはここでしまいやけどな。島のよ。なんや。おめえさんも相当脇が甘いぜ。ああ。なんや。おやじ。おせえぞ、柏木。へへ。もうすぐクリスマスですしね。屈強なプレゼントをお持ちしました。キリュウ、ずいぶん苦労したみてえだな。柏木さんこそ。なんや、風間組はやる気みたいやな。よっしゃ、血の汗ふらしたるわ。Thank you.
これまでだ、シマノ。
風間さん。風間。上さん。アルカは無事だぜ。風間のおじさん。上さん。百億の話を。寺田さん、救急車。分かってる。カズマ、金を盗んだのは弓と俺とセラなんだ。百億は神宮の金だ。奴は登場会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ。俺は奴を失脚させるためにその百億を、そして弓はその計画に志願したんだ。弓か。アレスに急げ。カズマ、弓が危ねえ。アレス。アレスに弓か。そうだ。それからこれは三代目の遺言状だ。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには奴が裏で溜め込んだ100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。そうか。でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい。確かに島根や錦山あたりは跡目狙って動き出すでしょう。だが俺は東条会の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。東条会の未来がそこにある。はい。カズマ、俺はお前に謝らなきゃならないことがある。許してくれカズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。ひまわりは俺が親を殺した子供のための施設。いいんだ親さん。俺にとっちゃ親さんが本当の親父でした。伊達さん、無事だったか。芝浦のことはさっき警察に通報があって知った。ああ。お前これからどうするんだ。アレスに向かう。弓がいるかもしれないんだ。何？そっか。まあ今はあまり時間がない。話は後で聞こう。それよりもだ、先にスターダストに行ってくれ。なんだと？どういうことだ。まあいろいろ必要なものがあるんじゃないかと思ってな。和樹や優也に頼んで集めておいてもらったんだ。必要なものがあったら先にそこで揃えておいた方がいい。分かった。感謝する伊達さん。ああ、じゃあまた行こう。
桐生さん、こっちです。ああ、最後まで世話になっちまってすまないな。そんなことはいいですから、何かと必要だと思って。これホスト仲間からの気持ちです。そうか、すまないな。いらっしゃいませ。おもろいな。
いらっしゃいませ。ほう、ありがとう。いらっしゃいませ。ほう、ありがとう。Time!
さすがや。